テレトビズ。防災の日を迎えた今日、警視庁が大規模な地震の発生を想定して救急車など緊急車両の専用道路を確保するための訓練を実施しました。訓練では東京都内93カ所を通行止めにして緊急車両の通行路を確保したほか、通行の妨げになる車を撤去したり、民間企業などと協力して車椅子に乗った人を避難させる手順を確認したりしました。警視庁は東京23区内で大規模な災害が発生したときは都心部で渋滞が発生する恐れがあるため車両の使用を自粛してほしいとしています。